で、女性だったら誰もが知っているこのローリーズファームも、中間配当も同じ金額だったので年間で5000円分の配当金でした。優待の中身がこんな感じになっていて、有効期限は来年の5月末までです。こんにちは。本日はアダストリアさんから株主優待が届いたので、こちらのご紹介をしていきたいと思います。こちらの会社さんなんですが、カジュアル衣料品ブランドを展開する企業で、企画、製造、販売を行っています。アパレルだけではなくて、雑貨、インテリア、コスメ、飲食などライフスタイルに寄り添った商品展開をしているそうです。有名なブランドにはローリーズファームやグローバルワークなどがあります。20代から30代をターゲットにしたブランドが多いイメージだったんですけど、で、女性だったら誰もが知っているこのローリーズファームも、ここに載っているようにファン年齢層の変化に合わせた商品展開の拡大ということで、30代後半から40代の女性向けのウェブ限定新ラインU を作ったそうです。で、ホームページを見てみたんですけど、このニコアンドとローリーズファームのイメージキャラクターになっている俳優さんたちがすごい豪華だなって思いました。で、優待なんですが、保有している株と保有期間に応じて変わってくるので、こちらに載せておこうと思います。ちなみに私は100株保有の2年以上を保有しているので、5000円分の優待券が届きました。権利確定は2月の年1回です。100株保有するには7月9日現在156,900円必要となっています。配当金なんですが、100株保有の1株あたりの配当金が25円なので2500円いただきました。中間配当も同じ金額だったので年間で5000円分の配当金でした。配当利回りが 3.2%、 優待利回りが 1.9%、 合計で 5.1% の利回りになります。ちなみに2年以上保有していると優待利回りが 3.2% になって、合計で 6.4% の利回りになります。優待の中身がこんな感じになっていて、有効期限は来年の5月末までです。こちらの優待なんですが、店舗で使うことはできるんですが、インターネットでの利用はできないみたいです。クローゼットを確認してみたら、夏服はあったんですけど冬服が全然なかったので、こちらの優待は冬服を使うときに利用していこうと思いました。はい、それでは本日も見ていただきありがとうございました。